おい、あのバカ女高校受験落ちたらしいぜ。聞いたかよ、あいつ一人だけ高校受験失敗だったよ。やべえ、マジ落ちこぼれじゃん。人生落ち。受ける、じゃあマジニートじゃん。私は、やっぱり落ちこぼれなんだ。嫌だな、こんな世界。私の妹の前で陰口とはいい度胸じゃないクソども。人には向き不向きってもんがあるのよ。勉強も半端なくせにシャシャリでんな潰すぞ。出た、暴力女。逃げろ逃げろ。せっかちゃん、狭い価値観だけで優越感に浸ってんじゃないわよ。おうか、一緒に帰ろう。あんなバカどもの言葉なんて気にする必要なんかないわよ。うん、ありがとう、せっかちゃん。せっかちゃんはすごいな。私と同じように落ちこぼれだったのに。高校なんていいじゃない。どうせ実活がないといけないんだから。そもそも問題はパトよ。ずっと寝て起きてゲームしてって、あのままだとニートね、間違いなく。そうだね、せっかちゃんは高校ちゃんと行くの。そうねー、どうせ偏差値底辺の高校だし、大学だって行くにしてもエフランとかの学校が精一杯、正直そこまで行く意味が持てないわねー。それに戦闘はそこまで、地球防衛軍も無理そうだけど、なんとかなるわよ。せっかちゃんは私にとってかけがえのない双子のお姉ちゃんで、私のヒーロー。どんなことがあってもそばにいてくれる、どんな時も前を向いている、そんなせっかちゃんがすごく羨ましかった。おうか、休んだら、無理しても効率が悪くなるだけよ。魔法は精神力、体力じゃないわ。大丈夫、これは今までふぬけてきた自分へのつけなんだ。せめてあの時のせっかちゃんと同じくらいの努力をしないと。せっかちゃんの前になんか立てないよ。でも覚えはすごく早いよ。私でもびっくりするくらいだよ。そうね、飲み込みが凄まじいわ。これなら7月までにはそれなりに仕上がるかもね。それだけじゃダメだ、もっと工夫と私らしさを求めないと。1回戦も残り4試合、数々のドラマが繰り広げられてきました。そしてなんと数々の番狂わせ、リオ選手がまさか初戦敗退、これは予想できなかった。さてさて、いろいろありましたが切り替えていきましょう。いろいろあったけどこの時だったね、せっか。そうね、まさかこんな大舞台が用意されるなんて想像もしなかったけどね。2人で楽しんできて、俺は観客席に戻るから。楽しんでくるわ。それじゃあまた後でね。あれ、メリア、こんなところで何してんの。ご主人、私、臭くないですか。すんすん、すんすん、いつも通りいい匂いだけど。わかったー、ならもう気にしません。せっかの次はメリアだね、頑張ってね。はい、ご主人から応援されるとすごく嬉しいですね。私がいる場所でイチャイチャするなんていい度胸じゃない。相手は桜花だけど、頑張ってのデューをしてほしいわね。相変わらず表現が可愛いんだよな、せっか。ならご主人、私もデューが欲しいです。というか一緒にここにいましょう。吐くよぎますので。あ、それいいな。席はネルたちに任せて俺たちはここで見てようか。賛成、ならギリギリまでデューね。わかったわかった。おうかー、来ないかと思ったよ。悪い悪い、ちょっと用事でな。まあ、ロカちゃんのために動いてくれたから許す。それは助かる。それにとうとう来たな、この時が。うん、まさかこんなにも早く、そしてこんなにもすごい舞台でせっかちゃんと戦えるなんて夢みたいだよ。でもそれは桜花自身が掴んだものだからな。遠慮せず全力で挑んでこいよ。ありがとう、ねえねえ、デューって。してここでか。彼氏が彼女に応援するならデューは必須だよ、カナメくん。ああ、取り込み中に悪いわね。あの、ハブくらいなら大丈夫よ。キスなら出直すけど。いや、大丈夫。ああ、まさか結果お姉ちゃんに見られるなんて、不純だと思われてそう。予選の時に廊下でパトパトツヤハブしてたからなんとも言えないわね。それでどうしたんですか。せっかくの姉妹対決だからね、ちょっと試合前に桜花と話しておきたいなって思ってね。桜花、ずっと夢だったでしょ。うん、だから今すっごく嬉しいし楽しみだよ。そう、なら私から言うことは何もないわね。楽しんできて、観客席で見てるから。月下お姉ちゃん、一つだけいいかな。何、桜花。今のせっかちゃんを見て月下お姉ちゃんはどう思う。勝てない存在。かしらね。もちろん戦闘の話、それ以外なら私の方が優秀な自信はあるわ。ま、まあそれはわかるけど。でも戦闘は、私がどう強くなろうが絶対にせっかには勝てない。もうせっかはそんな存在かしらね。自分が実力者で自分自身を知ってるから言えるのよね。私が今成長しようとしてる道では絶対にせっかには勝てないって。じゃあどうするの。どうもしない。さっきも言ったけどそれ以外では負けてないもの。それ以外で勝負するわ。それにせっかに勝てないだけで、他の人には勝てる。なんならせっかが苦手な戦闘スタイルの人でも私なら簡単に倒せるかもしれない。
わざわざ同じ土俵で戦おうとすること自体間違ってるのよ。そっか、そうだよね。オオカ、あなたは絶対に石化にはなれない。でもそれは石化も同じ、石化もオオカにはなれない。双子でも全然違うの。それを証明するために頑張ったんでしょう。うん、そうだね。ありがとう月花お姉ちゃん。二人の試合、すっごく楽しみにしてるからね。私は私、石化ちゃんにはなれない。メリアちゃんは次の試合でしょ。今は私の番でしょ。石化ちゃんは早く試合の準備してください。気が乱れてますよ。よくでイチャイチャされたら集中なんて一生できるか。イチャイチャではありません。これは必要なことなんです。僕が必要なのよ。言ってみなさいよ。なんちゃって全知。主人に触れていると気持ちが高揚して集中力が高まり、感覚の精度が上がるのです。欲望してるだけじゃないの。失礼な。うぜ。ちぎれる。覚醒前のデスキサロになっちゃう。こっちは緊張感全くないわねー。じゃあ私は後ろをもらうわ。ちょっと、結果お姉ちゃんの方が面積多い。待って、助けてくれるんじゃないの。女はね、些細なことでも男が絡んだら負けたらダメなの。戦争なのよ。さすが月花ちゃん、その志はよし。ならこの勝負白黒はっきりつける必要がありますね。さっさと試合の準備しなさい。それでどうなの月花。って聞くまでもないわね。平常心そのものね。そうね、むしろ予選より落ち着いてるわ。それは楽勝だから。楽勝、予選のオオカを見てそんな感情はないわよ。手ごわそう。昔からね、オオカがそばにいてくれたり、オオカが関わることだとすごく落ち着けるし、頑張れるの。だからこの試合もすごく落ち着くの。だからかな。そう、ならそんな二人の試合を楽しみにしてるわ。そうだね、見守ってて、私もオオカに自分がどこまで成長したか見せたいからね。それじゃあ頑張って。石化とオオカの信頼関係、少し焼けるわね。同じ姉妹なのにどこか特別なのよね。それに互いを尊重してる。この一年で互いは別の道を歩んだ。それでどこまで変わったか、私も気になるわ。始めちゃいますか、やっちゃいますか、やっちゃおう。選手の方は位置について、両ドンって言ったら入場だよ。さあ、始めようオオカ。ここからは私たちだけの戦場だよ。まず最初に現れたのは引きオオカ選手。引き東野選手と引き霊華選手の三女です。予選では多彩な魔法攻撃と戦術で無傷で勝ち抜きました。この試合ではどのような魔法戦術を見せてくれるのでしょうか。やっと来たね、せっかちゃん。この時か。そして次に現れたのは引きせっか選手。オオカ選手と同じ引き東野選手と霊華選手の術です。なんとこの二人は双子の姉妹。この試合はなんと双子の姉妹対決となります。ですが石化選手の戦闘スタイルは剣術と体術を得意とする近接タイプ。そして師匠となるのは霊華選手。そして次の試合を控えているメリア選手とのことです。双子でありながら対局の戦闘スタイルを持つ二人。この試合は一体どのように繰り広げられるのか。やっと来たわね、オオカ。この時が始まるわね、オオカと石化の試合が。そうだな、私たちはここで見届けるんだぜ。石化さん、どこまで剣術の腕を上げたか気になりますね。業務以上に切れないものがなかったりね。私のアイデンティティを壊すようなこと言わないでください。オオカはこの数ヶ月でそこそこ魔法を使えるようにまでなったんだぜ。同じ魔法使いとしても必見だな。それでは1回戦第13試合、オオカ選手対石化選手、試合開始。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。